Do you have a table for three? Hey, what's going on? 元気ですか？加藤です。今回は3名のテーブルはありますか？を英語でなんていうか解説したいと思います。3名のテーブルはありますか？は英語で Do you have a table for three? Do you have a table for three? というふうに言います。まあ、今回の表現のポイントですね。このなんか旅行先で、例えば皆さんね、レストランに入ったりします。その時に3名のテーブルありますかというふうに、こうね、聞きますよね。その時に、Do you have a table for three? お店の人が持ってますかというふうな感じで捉えてあげるといいと思います。ね、こう、店があるとかね、いうふうに捉えるんじゃなくて、あなたが持ってますかというふうな英語の表現になることに注意が必要です。で、Table for three、ね、3名席ですね。3名席というふうな感じで、この、Table for 何々という表現を使うということがポイントです。で、これを例えば、3名席ね、3名のテーブルを予約したいというふうに言う場合に、予約するという表現に、reserve という表現があります。で、何々、できれば何々したいというふうに親切に言う表現ですが、I'd like to という表現を使います。そうすることによって、I'd like to reserve a table for three. I'd like to reserve.A table for three. というふうに、reserve a table for three ってね、3名用の、ね、テーブルを予約したいというふうに言います。で、こういうふうに言います。今、待っていますと。で、どのくらい待ちますかというふうに聞いてみましょう。そうすると、How long do we have to wait? How long do we have to wait? How long do we have to wait? どのくらい長く、ね、待つ必要がありますかというのが文字通りの意味ですよね。で、まあ30分ぐらいですかねというふうに相手が言ってきた場合に、じゃあ30分後に戻りますというふうに言う場合に、We'll be back in 30 minutes. We'll be back in 30 minutes. We'll be back in 30 minutes. というふうな感じで、in 30 minutes を使うことによって30分後に、今から30分後にというふうな意味なんです。in っていうのは何々の中にっていうふうな意味が一番有名ですけども、これは範囲を指定するということですね。なので今から数えて30分という範囲で戻りますということで30分後に戻るというふうな意味なんです。はい、いかがでしたか？今回は、ね、3名のテーブルありますか？を英語で何て言うか解説をしました。毎回このようなですね、ワンポイントで役に立つ英会話のフレーズを解説しております。もしこの動画がいいと思ったら高評価。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、動画の概要欄に毎日3フレーズずつ英会話のフレーズを届くメールマガジンの登録方法が書いてありますので、もしよろしかったらそちらもご覧になっていただけると嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。